冬のリギ・シュタッフェル駅リギ鉄道は、スイスル・ゼルン州とシュビーツ州にまたがるリギ3に路線を持つ鉄道である。フィアワルとテッテココハンのフィッツナウとリギ・クルムを結ぶ登山鉄道、反対側のアルトゴルダウとリギ・クルムを結ぶ登山鉄道、フィアワルトシテッテコハンのベッキスとリギ・カルトバートを結ぶ空中ケーブルの3つの路線がある。この3つの路線は、もともとフィッツナウリギ鉄道、 アルトリギ鉄道の2社で運行されていたが、1992年に現在のリギ鉄道として合併した。リギ山には複数の山頂があり、その中で一番高い山頂が標高約1797メートルのリギ、クルムである。中央スイス地方有数の観光都市ルセルンから鉄道でアルトゴルダウまで湖船でベッギスト、フィッツナウへ移動できる。 フィッツナウとリギクルムを結ぶ登山鉄道の開通は1871年。スイス人ギシリックエンマッハの公安による新型のラック式鉄道が採用され、ヨーロッパ最古の登山鉄道である。アルトゴルダウとリギクルムを結ぶ登山鉄道の開通は1875年。ベッキスから上がる空中ケーブルは、リギカルトバートでフィッツナウから登ってくる登山鉄道に接続している。 下記に蒸気機関車の特別運行を行っており、団体化しきるように昔のレトロ車両も保有している。ありがとうございます。